紅葉の柵に眠り込む平らこれ持ち。紅葉伝説は長野県の都学市、木なさ、別所温泉などに伝わる奇女にまつわる伝説。平これ持ちが奇女、紅葉と戦い、打ち取る話である。信濃国の都学市山に鬼がおり、平らこれ持ちによってそれが退治されたというのが共通する伝説の要素である。その鬼は女性であり、名前を紅葉であるとするものが一般に、 ルフされている。この伝説は、室町時代後期成立の用曲、もみじ狩りより遡ることができないため、もともと素材になった伝説があった可能性もあるが、関税信光によって創作されたものとするのが、定説である。都学周辺には、伝説書園の地が残っているが、それらはこの伝説が創作された後に作られた、伝説地と考えられている。室町時代から、 江戸時代にかけて、能や浄瑠璃、歌舞伎では、もみじ狩りという題名で描かれ続け、平らこれ持ちが、戸隠し山に赴き、そこで出会った、紅葉見物の美しい女性たち一行に出会うという展開を設けている。その女性たちの正体が、戸隠しさんの鬼、貴女、紅葉であるとする。能をもとにして作られた、川竹木網による歌舞伎、もみじ狩りは、紅葉に相当する。 鬼の名を晒しな姫としている。明治中期に出版された、戸隠山木女公用大事のつてでは、公用は、友の氏の子孫であるとされ、第六天の魔王の力を持つ鬼とされる。とで、源の常元に寵愛され一子を宿すが、戸隠の地へ流される。里の者に尊崇される一方を、土頭を組んで盗賊を働き、冷政天皇の直上によって派遣された。 平子レれ持ちの軍勢により退治される。紅葉の一生を詳しく描いており、紅葉の出所や都学史以前などを示している。紅葉伝説はこの本の出版以後、第五縁などその内容を転居としたものが多い。都学史山に鬼が存在し、それを武士が退治するという内容はほぼ一致しているが、紅葉のような女の鬼であるとしない伝承も古くから見られる。太平記では、 ただ三中が、戸隠し山で鬼を切り、その刀が鬼切れと名付けられたとされ、これが、戸隠し山に鬼が存在したという伝説として広く影響を与え、脳などにも取り入れられたと考えられている。また、戸隠し神社に伝わる、戸隠し山山木という室町時代頃に作られたとされる物語では、岩礁天皇の時代に旧世大王という鬼が、戸隠し山におり、 奇妃の大臣がそれを退治する。脳の、もみちがりや、おとぎ増しの、視天同時の影響を、文章上の用語などでも受けており、手下の王鬼たちが、女の姿に化けて、大臣一行の前に姿を現してもいる。旧気な侍値上がり地区にある、大理屋敷跡地基女公用区用闘技式八面大王の、妻を、公用寄神とする伝承も残る。 キナサでの紅葉伝説は他と違い、紅葉が村人に施したことが伝えられている。以下ウィキペディアキナサ村から引用。一般には、主人公の紅葉は妖術を操り、討伐される貴女であるが、キナサにおける伝承では、医薬、手芸、文芸に秀で、村民に恵みを与える貴女として描かれる。旧作村。 大倉山が、平これもちとの決戦の舞台。実際に紅葉と、平これもちが戦ったという場所や、縁の場所が、各地にある。AB 村上賢治、妖怪辞典毎日新聞社2000年、132ページ。岩谷さざ波、第五縁、第三巻平凡社1935年、93から95ページ。小松和彦、日本妖怪文録小学館。 1992年、ISBN4 から09から20万 7302X、136から137ページ、A.B. 島津久本、国民伝説類似大岡山書店1933年273から288ページ、キビ大臣あるいは、キ大臣であると考えられる。 島津久本、国民伝説類寿、大岡山書店1933年288ページ、小松和彦、日本妖怪文録小学館1992年、ISBN4 から09から20万 7302X、156から158ページ、紅葉がある剤となり、最初に暮らした。現氏伝説のふるさと先都伝説のコロボロとの説も、ある。 源氏伝説のふるさと代理屋敷のカラーメテの守りとも弓矢の練習をしたとも言われる。源氏伝説のふるさと紅葉がとお忍び刑の地名をつけたと言われる。源氏伝説のふるさと紅葉の母提を弔う寺で、紅葉と家来の墓があり、紅葉が持っていたという地蔵菩薩像がある。松岩おじえん平これもちが戦勝を祈願した。 源氏伝説の故郷と、平これ持ちが峠で疲れ沢で水を飲み、怖い、怖いと言った。これ持ちが用事を指すと目が出て、木になった。源氏伝説の古と紅葉が暮らしたという洞窟。奇女紅葉伝説の里紅葉と家来の墓と言われる。奇女紅葉伝説の里伝説にちなんだ岩や沢などに名前がつく。奇女紅葉伝説の里紅葉とこれ持ちの戦いの、 舞台となった各地に地名が残る。貴女紅葉伝説の里別名紅葉法。紅葉とこれ持ちの名が同じ位牌にある。戦いの場面を時系列に沿って描かれた大きな掛け軸がある。貴女紅葉伝説の里紅葉やこれ持ちが祈願した社。貴女紅葉伝説の里、戸隠神社駐車脇には紅葉の手下と言われるおまんを祀った足神様がある。 近所紅葉伝説の里、長野県上田市別所には紅葉との戦いで傷つき、死んだという平これ持ちの墓と言われる塚がある。源氏伝説の古里、別所温泉の北向き観音は、平これ持ちが回収したと言われる。紅葉とこれ持ちの戦いを描いた絵馬がある。源氏伝説の古里、長野市内の西源氏法政寺、木島平村の千正寺,寺には紅葉とこれ持ちの、 戦いを描いた掛け軸がある。この三字は、平これ持ちの子孫が開いたとの伝承がある。また、法馬寺には、これ持ち作という甲冑薬師如来像がある。現氏伝説のふるさと。ありがとうございます。